はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。少し前に武漢で発生した新型コロナウイルスの混乱に乗じてマスクを大量に買い占めて価格を高騰させて転売する転売ヤーは物販セラーとして恥さらしだという旨の動画を出させていただいたところ、本当に多くの反響コメントをいただきました。本当にありがとうございます。今回はですね、物販講師としてただその転売ヤーをマスク転売ヤーを批判するだけであればそれこそ誰でもできる話なんですよね。そうじゃなくて、じゃあ今回の新型コロナウイルスマスクの転売、まあ少なくともマスクの需要が高騰したっていう状況を踏まえて、どうすれば真っ当なマスクの物販っていうことが行えるのかまでしっかりと掘り下げていきたいと思います。まずはですね、三方よしのマスク転売っていうのは何なのかっていうことなんですけれども、新型肺炎に乗っかるのもビジネスセンスだみたいなブログとかも結構見つけたんですよ。前回の動画撮影する準備としていろいろな情報をかき集めてたんですが、そしたら大多数の人はマスク転売良くないって言ってるけど、それも一つのビジネスセンスじゃないかみたいなことを言ってる方がいるんですけど、それってすごく大間違いなんですよね。今回っていうのは新型コロナウイルスが発生してマスクの需要がアップしました。で、それを買い占めておいて価格を高騰させて、で利益を取るっていうやり方。じゃあこの流れっていうのは要するに一見トレンドアフィリみたいなもので、その時その時のトレンド流行に従って、今回は新型コロナウイルスマスク需要アップというこの矢印の流れに乗っかって商売をしているわけですから、ビジネスセンスがあるっていう意見を書く人の気持ちもわからなくもないんですけれども、根本的にですね、私が思うにそれって逆にビジネスセンスがないからそんなやり方でしか稼げないんじゃないかって思うんですよ。私が考えるビジネスセンスっていうのは結局のところ一発屋ではなくって、恒久的な、要するに永続的な、ずっと稼げるような、ずっと稼ぎ続けられるようなビジネスのセンスのことを言うっていうふうに私は考えているんですね。目の前の出来事、マスクが品薄になってますっていうニュースの騒ぎペースじゃなくって、今後の流れっていうのを考えていくと、必ずマスクの需要がアップしたら製薬会社だとかマスク作ってるところっていうのがマスクを増産するわけですよね。で、増産したらいずれ値段が下がって、今マスク転売ヤーが大量に抱えている在庫っていうのは不良在庫になるっていうところまでしっかりと考える必要がありますよね。で、その先の先のことまで全く考えずに、いきなりマスク、目の前のマスクの需要がバーンって増えたから、うわ、マスクだって飛びつくのっていうのは、そもそも論としてビジネスセンスがない、長期的な視点でビジネスを見れてないんじゃないかっていうふうに感じたんですよ。また、そもそも被害者を生まないっていうのが商売の大前提にもかかわらずですね、本来は買える人の手にマスクが届いていないっていう状況が起こってるわけですよね。被害者生まれちゃっている時点で、このマスク転売セラーのやり方っていうのは、短絡的、かつ三方よしじゃないのでビジネスじゃないんですよ。で、このマスクが増産されるだろうって私が予測してるのは適当に言ってるわけじゃなくって、例えば花粉症に着目してみればよくわかる話なんですよ。花粉症っていうのは今緑で出させていただいたんですけども、例えばハンノキ属っていうのが3月4月ピークなんですね。毎年ですよ。で、杉の花粉っていうのはだいたい2月から4、5月がピーク、まあ、5月になるとちょっと緩くなるんで2月から4月プラスアルファで5月ぐらいまでがピーク、でヒノキの花粉ですねっていうのが2、3月から4、5月がピークなんですよ。っていうことはパンデミック今回の状況が起きなかったとしても、そろそろマスクの増産に入る時期だったことは確かなんですね。要するに花粉症対策用としてマスクをドカンと売り出す準備段階に今はあるんで、遅かれ早かれマスクっていうのは増産されるだろうというふうに私は見越しています。じゃあマスク転売のセンスって一体何なのかっていうのを考えていく必要があると思うんですけど、パンデミック頼りではなくって、むしろ毎年この時期にこういうことが必ず起きるよねっていう、マスクの需要がボンと上がるタイミングってありますよね。それをしっかりと考えて事前に準備して毎年出していくのであれば、毎年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 その時期に需要が上がっていくのが分かってるわけですから、そのタイミングに合わせて供給するってやり方をすれば、わざわざね、前回は SARS 2002年から2002年末から2003年に起こった SARS
数ですよね、の混乱でマスクの需要がアップした。で、今回は新型コロナウイルス2020年ですよ。17年ぶりと言いますかね。このパンデミックの状況、パンデミックっていうのは世界的感染って意味ですけれども、この状況の突発的なトレンドにわざわざ乗っかってかなくても、日常的にというか、毎年毎年マスクでしっかりと稼げると言いますか、お客さんもやっぱりマスク供給してもらった方が品薄にならない方がありがたいですから、みんな笑顔になれるマスクの売り方っていうのも十分あるんだよっていうことなんですね。毎年のインフルエンザだとか花粉症っていうのがそういう状況なわけなので、中国のマスクっていうのを適切な検査、信頼、こういったものを付加価値としてプラスして、さらには独自性、後で話しますけどデザインだとか機能だとか、あとは目の付けどころっていうのをマスク本体じゃなくても、あのマスクに付随した商品だってニーズが高まりますから、こういったところに着目して出していけばいいんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよ。で、独自性についてなんですが、例えばこれ緑で書かせていただいた、例えば黒いマスクとかデザイン性に優れたマスクって日本あんまりないですよね。韓国とか中国とかだと結構あるんですけど、日本あんまないんですよ。だとか、あとメガネが曇らないマスクってあんまないですよね。まあ、あるんですけれども、メガネが曇らないマスクをつけても、隙間が出ちゃって、ちょっと曇っちゃったりするんですよね。で、具体的に、マスクが曇る原因でググってみると、いろいろなサイトっていうのが出てくるんですよ。こういったものがありました。フィッティっていうもので、ノーズパッド2個入りっていうのが300円プラス税で売っていたんですけど、これマスク本体じゃないんですよ。マスクの、にくっつけて、この上の部分の隙間っていうのをなくして、メガネが曇らないようにするような部品なんですよね。で、マスク自体は後でお話しする、しますけど、本来はいろいろな検査をしてみないと、マスクとして成り立たない。まあ、ただの紙だったら、紙とか布だったらウイルス平気で通っちゃったりだとか、防塵効果がなかったりしたらマスクにならないじゃないですか。でも、その検査動向を抜きにして、この部品として、普通のマスクにくっつけて、ここに隙間が物理的にできないようにするっていう道具であれば、これって検査基本的にはそんな必要ないと思いますから、こういうフィッティ、ノーズパッドみたいなものも出すことができるし、用途は違えど共通してあるような悩みにフォーカスしたマスクの転売をやっていくのがいいっていうふうに考えたんですね。まあ今申し上げた通りですけど、格好悪い、メガネが曇る、化粧がつくっていうもの、あとは耳が痛くなる、マスクをかけると耳が痛くなる、あとは性能がいまいち、中国製のマスクであれば安価であるんだけれども不安、今それも品薄になってますけれども、性能がいまいち不安っていうこと、要するにマスクだけではなくって、マスク関連の悩みに着目することによって、はい、マスクを買い付けて転売して一時的に儲かった、やったみたいな人がもういくら考えても至らないような、もっともっとちゃんとした物販に簡単にと言いますか、本物のビジネスセンスを使うことによってちゃんと到達できるっていう話なんですよね。で、ここでマスク関係のいろいろな検査っていうのはどういうものがあるか簡単に紹介させていただきたいんですけど、 BFE 検査っていうものがあります。これは細菌がどれだけ通っちゃうか通らないかっていうのを調べる検査なんですね。この BFE 検査だとか、あと VFE 検査、これバイオス、ウイルスのものなんで、このウイルスがどんだけ通っちゃうか通らないかっていう検査、あとは花粉補修効率試験っていうのもあります。花粉をどれだけキャッチするのかっていう試験だとか、あとは PFE 検査っていう微粒子ですね、細かい微粒子、そういったものがどれだけ通るか通らないかとか、こういう試験っていうのが本来あるわけですよ。じゃあ中国商材っていうのは、こういう検査っていうのを通ってるよってアリババのページには書いてあると思うんですけど、本当に通ってるのかわかんないじゃないですか。だからマスク本体って実は、なんだろう、簡単に買い付けることはできるんだけど、こういった性能面を考えるとちょっと不安が残るわけですよね。じゃあどうすればいいかっていうとですね、ネットでググってみると出てくるんですけど、確かな技術と信頼の科研っていうのが出てきます。一般財団法人の科研テストセンターっていうところなんですけれども、これの右の方に試験依頼の流れ、試験依頼書っていうのがありますよね。こういったところを通じてですね、例えば中国からサンプルを仕入れて、で、ここで試験をお願いして、いろいろな試験をやっていただく。ここ一番上に書いてあるのは、細菌ろ過率、BFE とウイルスろ過効率、VFE って書いてあるんですが、こういう試験っていうのを代わりにやってもらう。まあ自分でできないですか、やろうと思っても。こういうのを代わりにやってもらう
うことができるわけですね。ですから中国商材マスク扱いたい、買い付けて出す、まあそれはできるんですけど、本来はこういった検査っていうのも行う、付加価値がプラスされる分、例えば価格が少し高めでもね、やっぱこういう検査にお金かかるので、それなりに自分たちも時間とコストをかけて付加価値を高めることによって安心感をお金で買うっていう考え方で、相場がこのぐらいだとしてもちょっと高くても、こういった試験でお金がかかっちゃうから、やっぱり皆さん買ってくださると、ちょっと高くても買ってくださるから、それが積み重なっていくと、初期費用はかかったとしてもちゃんとただ単純に右から左へ流している人たちよりも利益を出して、しかもいろんなレビューも書いていただけて、どん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 自分のそのマスクのページっていうのが強くなっていく、信頼感っていうのが高まっていくっていうマスクの転売ができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。どういったマスクの転売、マスクの物販っていうのが真っ当で堅実で三方よしなのかっていうのを、私なりの考え方やり方っていうのを皆さんにシェアさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。もしご参考になりましたら、こちらのチャンネル登録、高評価の方お願いできれば幸甚でございます。最後までご清聴くださりありがとうございます。では失礼いたします。